Sai, sai, essa dojo bana, ó!今日はバナオンは真空か、真空を使っている。場の気分によるんですかね、ドクちゃん。人読み、それ俺聞いたんですよ実際バナオに、お前これどうなのっつったら、ここ絶対その落ちたくないというか、もう落ちるんだったら全身で、はいはい、落ちたいな、はいはい、覚悟を決めた時は全身出します。あ、普通にやってる時はまあ肩かさい真空でやる。へえ、おお、これ逆に中盤真空波動。バナナネクロ戦は結構やっぱ仕上がってますよ、ね、いや仕上がってますよ。ちょっとそろそろバナを元の台に戻ってほしいなっていうあれがあるんで。そうですね、王者あたりまではね駆け上がってほしいですけど。やっぱ今日はメキメキと実力のつけてる人たちが上に上がってきてるといった感じで、結構面白い試合が見れるんじゃないかなっていう感じはあるんですけど、まあでも結局やっぱりこのメンバー見てると、リキニの剣とか、まああとチュンリー3枚いるんで、そこをどうするか。まあ確かに、あ、あとそうですね、竹本さんのチュンリーが先ほど食事から帰ってきて、今は3戦ライアンいますし、エーデンもいますし、やっぱりチュンリーは鍵になってくるんですよ。大阪が最近なんかちょっと強いみたいです、はい、いや、伊達に箱作ってないなっていう大阪も、大阪が箱作る仕事なんです。バラしますね。まあでもなんでなんだって大阪が結構モチベありますからね、はい、もうモチベオです。大阪毎週来てますからね、なんだかんだで。あとやっぱ最近やり始めた子にしっかり稽古つけてあげてるんで、はい、結構優しいお兄さん的な、はい、優しいです。大阪は、大阪は顔は怖いけど本当に優しいですから。顔怖いですかね、ヒーローと大阪は顔が危ないっていうのは分かるんですけど、怖くはないと思うんですけどね。いやでもまあどうなんですかね。ちなみにカラオケに出てくる大阪は、ね、大阪なんですか。ああ、そうですね、ダムの方にたまに、はい、ダムでたまに補佐が出てきます。と言ってる間にタムが画面端に、さあ、バロードする2回プロレス勝ったのはタム。それではリキマル君の剣かな、ここで。